おはようございます、おはようございます、おはようございます、おいおいおい、おはようございます。りんちゃん素晴らしいですね。なんかもうなんかこう書いたし、書いたし、派手な展示手書きだよこれ。ほらこれすごくない？すごい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 よ。じゃあ今からあの短い時間ではございますが、頑張るぞ、はい、皆さんで、はい、このチラシを巻きましょう。はいはいはい、目立つよ。さっきからさ、サンバやったりさ。いやいや、目立つ目立つ目立つ。りんちゃんどうせ目立つんだからマスク外した方がいいんじゃない？オッケー、あ、ちゃんと口紅もしてます。そうよ、だって信子先生に言われてるもん。いいねいいねいいね。エリナまさかその格好じゃないだろうな。え、私これだよ。は？え？お前マジか。ラフで来た、ラフで。三振も見たずに来たわよ。ダメ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 。ハゲハゲハゲしないダメ。エリナ、すいませんよ。あ、はい。1時間半、ビラを配った感想を一人ずつもらいます。はい、りんちゃんありがとう。皆さん忙しいので大変ですけど笑ってくれました、はい、ありがとうございます。ありがとう、イエイ、はい、りっちゃんの文字や汗で濡れてます。本当だ、消えた消えた消えたでしょ。りっちゃん頑張ってます。エビナ何黒いのやってんの、お前は裏方か。何しに来たんだ。今日は裏方で参りました。どうもありがとう。感想一言。感想、あんまりやりたくないです。何をやる、これ全カットします。はい、はい、じゃあひとみちゃんどうもありがとう。ひとみちゃんちょっとマスク取ってもらって、お疲れ様でした。楽しかったですが、はい、ありがとうございます。ヤンバルクイナがとても、非常にいいと思います。はい、お姉ちゃん、はい、どうぞ。どうもありがとうございました。たくさん来てくれたらいいな。森健太郎さん、何言ってくるかさっぱりわかんない。森健太郎さんのあれだ。はい、どうもありがとうございました。弁当です、ありがとうございます。おいしい、おいしいね、はい、おいしいね。じゃあちょっと落ち着いたからコメントもらおうか。今日いかがでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。またやりたい、またやりたい。ありがとうございます、ありがとうございます。今日暑かったからね、あっちがね。いやいや、もうあのこれ多分73だから無理しないについたけど、ついついやっぱね、太鼓叩いてるとね。もうさすがだよね、やっぱもうだってもう5年ぶりだからね。さすがや、ほんまに。今日さ、よく考えたら5年ぶりもう。姉さんちょっとこの若造たちに教えて、なんかもう小娘たちに教えて。ダメだ、その地味な格好。お前裏方かっつうの、だどういうこと、黒黒って。あ、そうか、おめぎちゃん来てた、おめぎちゃん来てた。ちゃんとしたね、うん、ほら派手な格好って書いてねえ、これまでも来たかね。さすがですよ、初めてまでやってさ。本当ですよ、もうね、暑くて怒っちゃったけど。まあ私もあのヤールズにいた頃は、今応援団だけど、いた頃はみんなにこれを塗ってね、で餌代をあの家賃に言って作ってもらったもんだから、これみんなにこう塗って、みんなにこうやって、ね、次回参加するときは派手な衣装。派手な衣装だよ。もうね、もうね、女子はね、本当にね、こう派手な衣装でね、可愛くしてくれるだけとかっていうと、またセクハラっぽい発言になっちゃうんだけど、それだけでみんな喜ぶから。で、みんな喜ばせたら勝ちだから、僕ら。ね。次やるときがあるときは、うん、やるときあるからね、また。呼びますからね、あなた。呼ばれるの？呼ばれます、呼ばれます。持ってるだろうけど、これ衣装の格好持ってないからと思って、そうだよ、してきた。じゃあ最後、りっちゃん最後、のど自慢のあの、ね、PR をお願いします。PR？ はい。え、そんな皆さんお願いしますよ。そうですよね。うん、5月13日、日曜日、藤沢市民会館で、小ホールで、湘南三振のど自慢大会をやります。はい、皆さん、ぜひ、いらしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お父さん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。焼きそばパンだけ食べる。お、お父さん食べてって。食べてって。飲みに行くんだ。飲みに行く。早っ。土曜日です。土曜日です。日曜日じゃない。ハドポポポポ。余ってるから。みんなどうもありがとう。イエーイ。ちょっと待ってね。